ジョイントストックカンパニーはイギリスやアメリカにおける企業形態の一つ。両国の近代的な株式会社の起源とされる企業形態であり、会社の出資持ち分が譲渡可能な株式の形で出資者に所有される等、株式会社に類似する特徴を有するが、両者は概念的にも制度上も区別される。日本語では株式社団、合本会社などと訳すこともある。なお、 イギリスやアメリカ以外の国の会社形態の一つとして、ジョイントストックカンパニーの訳語が当てられる例もあるが、香港では主としてイギリスの企業形態を扱う。しばしば株式会社と同志されることもあるように、ジョイントストックカンパニーは、譲渡可能な株式によって出資持ち分が出資者に所有される企業形態であり、その歴史は1553年に設立された。 イギリスのロシア会社に遡る。期間構成や株主の地位、法制上の位置づけなどは、時代や地域によって異なる。歴史的には同一の起源を有するものの、イギリスのジョイントストックカンパニーとアメリカのジョイントストックカンパニーでは、その実態や法制上の位置づけに違いがあり、両者は別の企業形態だと指摘される。例えば、イギリスにおいては、一定の要件を満たした。 ジョイントストックカンパニーは会社法に基づいて設立された株式会社と同一の企業形態として位置づけられており、その場合のジョイントストックカンパニーは実態上は古い故障を有した株式会社に過ぎない。他方アメリカでは会社法制上株式会社とは完全に区別された企業形態である。このように株式会社と一応区別される。 ジョイントストックカンパニーも概念的に株式会社に含まれると考える見解も存在する。ただし、日本の株式会社は元よりイギリスにおいて一般的に株式会社に相当する株式有限責任会社やアメリカにおいて一般的に株式会社に相当するコーポレーションとも異なった企業形態である。従ってジョイントストックカンパニーが 概念上、株式会社に含まれるかどうかは、株式会社の本質論によって決まるとしても、少なくとも、ジョイントストックカンパニーと、株式会社は同一の概念ではない。ロンドンにあった、イギリス東インド会社本部それまでの正規会社は、各社員が、規約に基づき事故の資本を所有し、自らの計算において、企業を経営していたが、その後、 構成員が出資した資本をすべて結合し、それを単一の結合資本として企業を経営する形態が誕生した。1555年、ロシアが社はメアリー一世に直居を与えられ、結合資本により運営されるようになった。これがジョイントストックカンパニーの起源とも言われている。初期のジョイントストックカンパニーでは株主は無限責任を負っていた。 この点において、ジョイントストックカンパニーは、株式会社とは、本質的に異なり、カムパニー的外枠の中に押し込まれた、ないしはその土台の上に築かれたパートナーシップ性、あるいはかかるものとしての特殊イギリス的な会社形態、であるという指摘がされている。ここで言う、無限責任とは、直接的な人的無限責任ではなく、会社が、全出資者に対して、出資額に比例した。 徴収を行うことで、全出資者が出資額を超えた責任を負うことを意味する。チャールズ2世党地下の1662年には、破産者に関する布告の条例によって、東インド会社で初めて株主の有限責任制が採用されたが、その後も、一般的に会社の株主有限責任制を定めた、法律は存在せず、株主が無限責任を負う時代が続いた。 有限責任は1825年の英国会社法に基づく国王の特許を与えられた場合に認められるに過ぎなかった。また、制定法上の会社や国王の特許に基づく特許会社は法人格を有していたが特許を得ていないコモンド上のジョイントストックカンパニーも多く作られ、それらの会社は法人格を有しておらず法的には パートナーシップとして扱われていた。国王の特許状を取得することが困難であったことや、国家の介入が寄付されたことから、法人格のない会社は、1630年代から1680年代頃に激増していった。その後、1844年のジョイントストックカンパニー法により、法人格の内大規模な会社の設立が禁じられる。一方で、ジョイントストックカンパニーは、 登記することによって設立し、法人格を取得できるようになった。1855年の有限責任法及びそれに、代替した1856年のジョイントストックカンパニー法、それらを統合した1862年の会社法、等の処方の制定により、株主の有限責任性が認められる会社になっていった。イギリスの現行会社法では、1 4 0条において、 その場合のジョイントストックカンパニーの定義は1041条一項に規定されている。すなわち、当期に関する規定との関係では、株式の形で分割して保有される、譲渡可能な永続的な払い込み済み資本あるいは、名目的資本金を有する会社で、株式の保有者以外の構成員を有しない会社を言う。このようなジョイントストックカンパニーは、 株主の有限責任とともに登記することができる。そして、会社法に基づいて登記され、株主の有限責任が認められたジョイントストックカンパニーは、会社法上、株式会社として扱われる。すなわち、登記されたジョイントストックカンパニーの実態は、歴史的にジョイントストックカンパニーとして設立された株式会社だということになる。他方、登記せずに、 旧来の形態のまま存続することも可能であり、登記されていないジョイントストックカンパニーは法人格を有さず、株主の有限責任も認められないので、株式会社とは完全に区別された古い形態の会社である。アダム・スミスが国と未論の中で批判したとされる株式会社制度も実際に言及されているのはジョイントストックカンパニーであって、今日において株式会社と訳される。 カンパニーリミテッドバイシェアーズやストックカンパニーではない。ただし、その特徴として株主の有限責任性が挙げられている。国府論におけるジョイントストックカンパニーに対する批判は所有と経営の分離の弊害に関するものである。それは株主と取締役が双方とも無責任な行動を取ることにより生じる事態を指摘したものであり。 南海放末事件からそれほど経っていない時期の状況を反映している。バージニア会社表彰1776年の独立以前、イギリスの植民地時代のアメリカで最初に作られたジョイントストックカンパニーは1606年にジェームズ一世の直挙を受けたプリマス会社とされ、その後もイギリス国王の直挙に基づくジョイントストックカンパニーがいくつも作られ、また、 直居を受けないない監修法上のジョイントストックカンパニーも早くから存在していた。アメリカ独立戦争前のアメリカでは工業、製造業、銀行業、商業などの分野における大規模企業のほとんどが直居を受けないジョイントストックカンパニーかパートナーシップの形態をとっていた。独立後もジョイントストックカンパニーは一般的な企業形態であり、例えば 1784年に設立されたバンクオブニューヨークも1791年までは法人格を有しないジョイントストックカンパニーであった。なお、イギリスでは国王の直挙と議会の特許があったのと違い、アメリカでは大統領に特許付与の権限はなく議会が特許付与の権限を有していた。1795年にノースカロライナ州で 会社法が制定され、1811年にはニューヨーク州で純則主義を採用した世界で最初の会社法が制定された。その後他の州でも同様の会社法が制定され、1860年までにアメリカの3分の2の州で会社法が制定されることになる。各州で会社法が制定され始めた19世紀前半頃は、 株主の有限責任性を採用する株式会社に対する批判も多く、個人企業やジョイントストックカンパニーが多かったものの、19世紀後半には株式会社に関する法的制限がほとんどなくなったのに伴い多くの株式会社が作られていった。ジョイントストックカンパニーは法人格と株主の有限責任性を有する株式会社の出現とともに衰退していき、 現在ではあまり採用されない企業形態となっている。イギリスのジョイントストックカンパニーは登記されると株式会社と同一の企業形態とされるのに対し、アメリカのジョイントストックカンパニーは株式会社とは全く別個の企業形態である。株式会社と違って株主は無限責任を負っており、州の成分法に基づき設立された場合を除いて、 法人格も有していない。株式会社との類似点としては、次の書店が挙げられる。その他、各州の成分法に基づき設立された、ジョイントストックカンパニーでは、当期手数料、年次報告書の提出等の諸手続きにおいて、株式会社と同様の手続きが要求され、訴訟手続きの当事者となることも可能である。1854年。 ニューヨークで監修法上のジョイントストックカンパニーとして設立されたアダムズ・ツーン会社はアメリカにおけるジョイントストックカンパニーとして重要な会社の一つである。他方株式会社との際としては次のような点がある。ジョイントストックカンパニーはもともとコモンロージョを認められた形態であるが現在では各州の成分法により規制されることも多い。したがって 監修法上の会社と成分法上の会社では区別して考える必要があるが株主の無限責任は各州の規制法において共通の特徴である。株主の無限責任は株式会社と比べた場合の最大の短所でありジョイントストックカンパニーが発展しなかった重たる原因であるとされる。定官において株主の有限責任を定めることも可能であるがこれは 外部当事者に通告しなければならず、通告されなければ、株主は保護されない。また、成分法に基づき設立された場合を除き、法人格を有していない。裁判所は、ジョイントストックカンパニーをパートナーシップとして扱う、ため、訴訟当事者となれないため、多くの州においては、構成員の何で訴訟を追行することになる。ジョイントストックカンパニーは、 株式会社とパートナーシップの中間的な企業形態である。株式会社との相違点、すなわち構成員が無限責任を負うことや設立に際して登記を要求されないことなどはパートナーシップとの類似点でもある。ジョイントストックカンパニーはしばしば日本語で株式会社と訳され、逆に日本語の株式会社をジョイントストックカンパニーと訳すことがある。 しかし、上述の通り両者は別概念であり、概念の整理と理解が進むにつれて、株式会社以外の訳語を当てることが多くなった。代表的なところでは、株式社団や、合本会社、合本組合、合資組合、共同出資会社、共同資本会社などの訳が用いられる。その他、合資会社という訳語もあるが、一般的に合資会社といえば、 有限責任社員と無限責任社員が存在する企業形態のことを言い、これは英米法上のリミテッドパートナーシップの訳語として当てられている。その場合の合資会社とジョイントストックカンパニーとは全く異なる概念である。また、イギリスのものを金星的株式会社、アメリカのものを連帯株式会社というように訳し分けることもある。あるいは、イギリスのものは 株式会社と訳し、アメリカのものだけ何らかの他の訳語を当てることもある。ただし、いずれの訳語も必ずしも定着しておらず、あえて日本語訳を当てずに、ジョイントストックカンパニーと表記されることが多い。イギリスやアメリカのジョイントストックカンパニーとは、遠隔的にも法的にも異なる他国の企業形態に対して、英訳として、ジョイントストック、カンパニーという語が当てられることがある。 ロシアの公共株式会社が英語名称として JSC やオジスクを冠したりベトナムの企業形態の一つである株式会社が英語名称としてジョイントストックカンパニーを冠したりする場合などであるアラブ首長国連邦の商事会社には公開株式会社と非公開株式会社という企業形態が存在し英語ではそれぞれパブリックジョイントストックカンパニープライベート ジョイントストック、カンパニーという訳語が当てられる。いずれも、日本語では、株式会社と訳され、法人格を有し、株主は有限責任であるなど、株式会社としての特徴を備えている。ありがとうございます。